レベルが高いですね。そうですね。これは一応予定の。いや全然ヒルサイドで340点ぐらい集まって、あとは後方に200ぐらい来たので、こんなに来ると思わなかったです。しかもレベルが本当に高いです。どれを使ってもいいぐらいの。いや子供のもすごい力があるのも多かったし、あの黒みたいな作品はまたそれも味があってすごいなと思いますね。大満足です。いい作品ができる。あとは売れることを願うことだ。そう。今回発表させていただくのは3つ賞がありまして、大賞と副賞である文文賞と、あともう一つが、蜂蜜賞といってですね、主催者からの蜂蜜を20個、小さな蜂蜜を20個用意しましたので、それを、賞としてお渡しする賞20点選びました。ですので、まずそちらから発表したいと思います。では、1枚ずつ並べていきたいと思います。蜂蜜賞です。全部で20点集まりました。これは二次審査から合議に進んだものの中から選ばれたものです。では、文文賞の発表を行いたいと思います。発表は、小川さんからお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。文文賞と大賞という2つ、今議論の結果ですね、残りました。かなり本当に売れるか売れないかっていうですね、切羽詰まった議論も含めてですね、このご時世ですからね、随分議論をしました。そういう中で結果的に文文賞の方はじゃあちょっと見せていただきましょう。はい、ビールとしては非常にこうワインとかですね、そういうグランデーとかに近いような格好のビールのアベルということと、控えめにこう蜂の絵が入ってるんですけど、非常にこうカリグラフィックな蜂の絵が入っているものですね。多分周りは泡じゃないかなと思うんですけども、そういう形で少しこう高級っぽい発泡酒なんですけどね、というものでございます。お名前がですね、加藤明智子さん、中区本町町本町ですねの方いらっしゃいますか。ありがとうございます。文文賞でございます。ありがとうございます。とても嬉しいです。ちょっと緊張してしまって。横浜で蜂蜜のビールということで、蜂と、インシーズンというネーミングを新人の方に考えていただいて、今回出させていただきました。この文文賞大変嬉しく思います。どうもありがとうございます。これが置いてあっていろいろ払った時ドキドキしたでしょ。こういう点数がなるべく見ないように遠くに蜂蜜のビールを早く酔っ払っちゃおう。では、いよいよ大賞の発表をよろしくお願いします。それではゲイスピールコンペティション、の大賞を発表させてあげます。大賞はこの作品でございます。手品に出てきましたけどハッチという作品です。作られた作者はですね、千葉県の方ですね、松戸市、平川恵理子さん。いらっしゃらないですね。いらっしゃらないですね。はい、平川恵理子さんという方の作品でございます。先ほどの作品とかなりこう競ったんですけれども、やはり、こんなビール見たことないっていう
ということが一つあると思うんですね。やはりその横浜開港150周年が生んだビールということで、やはり新しいもの、それとやはり鉢っていうのをしっかりこう今回特徴である鉢っていうのを、それなりにその可愛いだけじゃなくてね、何かこう本当親しめるような形の鉢にしようという形も含めてこれが通りました。まあ、今後はそのハッチにしてもこうネーミングとかの商標登録とかそれを調べなければならないんですが、まあ、多少のいろいろ手直しは必要だと思うんですけれども、これで新しくですねこの150周年に生まれた横浜地ビールがハッチという形で出ると思いますので、皆様よろしくお願いいたします。これを作られるビールのですね、かなり困惑をされてこれをどういうふうにですね商品化するか、かなり、想定外だったようでございますので、だから逆に言うと決めた私たちもみんなで支えてですね応援していかなきゃいけないなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。特に口コミは一番こうお酒の世界は大事ですから、ぜひ皆さんで一回は飲もうということですね、お知り合いの人たちに皆さんに言っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。コンペを通しまして審査員の皆様に一言ずついただきたいと思います。ただ笑顔面白いとかそういうものもあるんですけども、その実際商品化してそれがラベルに貼られた時にぜひ飲んでみたいかとか、あとどれぐらい売れるのかとか、まあ、その辺も結構皆さん議論してたので、まあ、ちょっとシビアな部分もあるなというふうに思ったんですけども、まあ今の文文書と対象に選ばれたのは本当に最後まで結構設定ですね。それで、まあ、どちらが、まあ、取っても良いぐらいの皆さん意見だったんですけども、作り手、飲み手と、あとその、まあ、原料の蜂蜜も含めて、産物がうまくつながっていればと思っておりますので、これからもできる限りのことですね、ご支援していきたいと思います。まあ、これY150 だからやったんではなく、これをスタートラインとしてやはり来年再来年やっぱりこういう、機会を続けていきたいと思っております。流行っていうのは自然発生しないんだと、作り手がいて流行ができるっていう、その物を売るっていうにはそういうストーリーがあるらしいんですけど、まあいいものを作りながらね、こういった機会でいろんな皆様のご協力を得てるので、これを何とか形に変えて横浜でこのビールを一回でも多くの方が、ね、手に取っていただけるようにこれから頑張っていきたい。はい、皆さんどうもありがとうございました。無事対象が決定しましてありがとうございます。酒の望月さんに聞いたらできれば年内か春の桜のシーズンに合わせた方がいいんじゃないかという話もあるようですけれども、できるだけ早く製品ができると思っています。それからゲイツバックス製造工場ですけど、今後もですね、いろいろその街とアートと、郊外のつながりを、アートで結びつけようということで活動しています。最後に今日はこの会場を含めてですね、今までずっと我々の活動が続けてこれたのはバンカーとの、皆さんの協力で、やってこられます。今日もこの会場無償でいろいろ準備まで含めてですね、スタッフの方大変丁寧にやっていただきました。本当にどうもありがとうございます。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。これはこのモヤモヤは、これクレヨンで、はい、こう黒い紙に、下地を作ってあげて、こう刃物か何かでこう描い、クレヨン部分を描いて、絵を描いているんですけど、はい、なかなかこれほのぼのとした感じで、そうですね、少し、生きてるんですね、なんていうか、なかなかデジタルじゃ出せないような、出ないですよね、はい、デジタルじゃね、なるほど、だからそれが、跡というか、はい、生きてますね、ありがとうございます、素晴らしいです、ありがとうございます。